反乱軍は織田軍との戦いに勝利。今川義元と袁紹を味方に引き入れ、織田軍の切り崩しに成功する。そして彼らから重大な情報を聞き出す。織田信長はこの異界に散らばる腕輪を求めていた。彼はそのために同盟を組む北条の忍び風魔小太郎を各地に派遣、腕輪の行方を探らせているという。そんな中、風魔小太郎の目撃情報がもたらされる。信長の謎の力を解く手がかりをつかめるかもしれない。反乱軍は小太郎が目撃された地に急行した。というわけで到着。風魔の旦那はまだいるみたいっすね。いやー、間に合ってよかった。アナイ大義、それと銀平殿、徐行殿、二人とも急に誘っちゃって悪かったね。いいえ、いいんです。こういう時のために徐行殿に鍛錬してもらっていただけですから。いいな、鍛えられたのは拙者の方でござる。銀平殿のおかげで随分腕力がつき申した。今回の戦にてそれを生かしてみせましょうぞ。鍛錬をちらっと覗いた限りでは二人の強さは本物ですぜ。ここは頼みにしちゃっていいかと。心強い味方が来てくれて助かるよ。風魔の忍びは一筋縄ではいかぬ相手。北条軍も氏康不在だからって気は抜けんしねえ。信長の秘密に迫るためにも各々力を尽くしてもらいたい。はい、力いっぱい頑張ります。この上皇命にお任せあれ。まったく、なぜ名族たるこの私が危険に身を投じるような真似をせねばならぬのだ。まあまあ、そうぼやかないで頑張りましょうって。それにしても風魔の旦那、今回は楽に尻尾をつかませてくれたにゃん。この運に乗っていい情報がつかめますように。腕輪のありかと氏康の真意、あの忍びに教えてもらおうかね。風魔の旦那をとっちみりゃいいんすね。やってんでい。敵はただの患者か。この名族炎本書が出るまでもあるまい。動いてくれません。冥族に無理強いはできないね。けど袁紹殿が果たして本気かどうか。風魔さんも腕輪を探してるんでしょ。私にもその情報教えてほしいの。得意の関係で血を割らせてみる。うるさいうるさい。あれ、風魔さん以外に人間がいるけど。あの者らも氏康の忍びを狙ってるようじゃ。先に接触されるとちょっとまずいの。敵の敵は敵ってことですね。じゃああいつらの封印やっちまいます。あれ、新しい敵が。非力ですが頑張ります。奴らの相手はお任せあれ。拙者の部で撃退戦。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。腕輪を狙う勢力が2つ。信長に教えてみます。風魔の旦那、またよからぬことを考えてますな。どうぞ。
番にしただけで大丈夫？この腕は使うととんでもないことが起こっちゃうのに。何？とんでもないことって？私たち信長に協力したらまずいんじゃ。しっかりしてカイ、今はお父様を信じて進まなきゃ。あっぱれなもののふよの、あの荒瀬、まがまがしい兵を連れておるの。詳しい戦の経験長いけど初めて見たよ。あの乱入してきた人たち、風魔の旦那の親戚？あ、違った。でも不気味なところがそっくりだにゃん。さあ相手になるぞ。槍にかけ、来たれ水流。どうしても悪いのかな。スージー、あがくがいい。異形の舞台が相手とは。だが相手が誰であろうと拙者の心は揺るがぬ。さあ相手になるぞ。するが果たして敵が集まってきてますね。頑張って倒さないと。ここは拙者が出る。我が武にて策ごと打ち破ってみせよう。あっぱれなもののふよの。宇
家康のじゃけど、一番の問題は信長じゃな。あの男、一体何を考えておるのやら。まあ、信長は元の世界人の理解不能ですから。全然記憶にできない。本陣に氏康の忍びはいないようじゃねえ。ってことはやっぱり罠にかかってくれて嬉しいぜ。ここから加藤忠犬が相手だ。罠を見抜けないとは忍び失格。とりあえずこいつは何とかしやす。加工派殿、お久しぶりでござる。なぜ貴公が北条軍に。俺は北条の姫様に救われたんだ。彼女は途方に暮れてた俺を家族同然に迎えてくれた。その恩ぐらいは返さないとな。十分に返せねえな。俺の負けだ。あとは好きにしてくれ。加工派も敵ながら見事武を持って恩に報い申した。我に用があるのだ。そんなにたくさん呼んでないよ。これは一人一人倒すしかないかね。風魔の旦那、ここで分身の術ですかい。じゃあ異世界忍術対決と参りますか。分身の術とは恐ろしき技よ。幻惑されずに実態を見極めねば。すごい。私も頑張って鍛えればできるようになるかな。腕輪とかあの女とか気になることはあるけど、今は小太郎を守らなきゃ。風魔さんは撃たせない。私が相手を務めます。なかなかやるな。拙者も遅れは取れぬ。惜しい。あらまあ、張り切ってらっしゃること。残念でした。あ、はい、平八これにやり。全員偽物だったとは。ちょっとずるいの。親方様、遅くなってすみません。風魔の旦那の居場所が分かりました。さあ風と戯れ。逃げられるとまずいよ。早く追いついて倒さんとね。冥族炎本社がいる限りここは誰も通さんぞ。これは助かっちゃったね。あーもうすっきりしない。何が正しくて何が間違いなのよ。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。は伊達じゃないってことかにゃ。すごい、ここに敵が来るって分かってたんですね。
これが栄翔殿の武略。実にお見事。見事な活躍じゃったね、栄翔殿。忍びの退路を塞いだのは策の打ちか。当然である。偶然奴が私の前に現れたわけではない。敵将、そこを動くなよ。真の三国無双よ。敵将、そこを動くなよ。これで勝ったと思うなよ。お母様、戦う勇気をください。お父様の道を信じて戦ってきた。でも負けてしまった。私は一体どうすれば。あっぱれなもののふよの。話してもらうよ。風は捉えられん。なんと逃げられちゃっただね。ま、戦果はあったし、よしとしようか。さて、おことたちには知っていることを話してもらおうかね。って言っても大したことはわからないわ。小太郎は腕輪を探してること、親方様は信長の覚悟を認めてること、それぐらいよ。私たちはお父様を信じついてきました。でも、もし腕輪を使うと恐ろしいことが起こるのなら、これ以上織田軍の下で戦うことはできません。どうか私を連れて行ってください。
お父様に真実を確かめるために。簡単にはうなずけないね。わしらと一緒にいれば氏康とも戦うことになるだろうし。承知の上です。それぐらいの覚悟を持って問わなければきっとお父様は何も答えてはくださらない。なら私も一緒に。正直あの女の言葉気になって仕方ないんです。納得できない限り信長に協力なんかできない。俺もただ姫様への恩返しでいただけだしな。知ってる顔もいるし、そっちに受け入れてもらえると嬉しいんだが。皆の考えは分かった。ならば喜んで受け入れよう。こちらとしても戦力が増えるのは大歓迎じゃし。ああ、これからは皆さんと一緒に戦えるんですね。よろしくお願いします。そういえばあの謎の軍勢は何だったのでござろう。信長とは別の勢力のようだったが。信長のことも解き明かせていないのにまた謎が増えちゃったね。いろいろ偵察はしてましたが、あんなのを見たのは今日が初めてですぜ。ん？初めてのはずだよね。見てて、乙女の心意気。みんなの力になりたい。輝く鎧武者、加工中堅。俺は執着。宝生殿、こんなところでいかがされた？あなたは劉備殿の城にいたはずでは。その城が信長の襲撃を受けたので救援を求めに来たんです。なんと。俺はなんとか脱出しましたが、かなり危険な状況でしてね。すみませんが急いで来てもらえませんか？ええ、もちろんです。ホム、聞こえたぞ。劉備が困っているのじゃな。わらわも共に行くのじゃ。あなたも。ま、戦力は多い方がいい。では行きましょうか。織田軍倍返しをしにね。見た目によらず怪力よね。ありがとうございます。でもお世辞を言ってくれなくてもいいんです。私自分が非力だって分かってますから。
いや全然お世辞とかじゃないから。熊姫だの怪力だの言われちゃう私なんかより正直よっぽど。熊姫？怪殿ってそんな風に呼ばれてるんですか？そう言ってくるやつもいなくもないかなぐらいの話で。すごいです、怪殿、私の腕力を磨いてください。いや、つうかさ、あんたは可愛いんだから磨くなら腕力じゃなくてモテ力にしなさい。いい？モテ力を磨く。わかりました。そうすればカイドのみたいにモテるんですね。あ、それはまあそういうことにしといてくれる？無双の部、ここに極まれり。
いざ竜玄徳大使を掲げすまん。反乱軍は北条との戦いに勝利、海姫らを味方につける。だが風魔小太郎を取り逃がし、信長の力の謎に迫ることはできなかった。そして妖魔を操る女ラッキ、彼女もまた腕輪を求めているというが、信長と同様目的は不明なままである。次々と判明する新事実を前に、反乱軍陣営は困惑していた。そんな彼らを嘲笑うかのように織田軍が劉備の本拠に攻め込む。反乱軍は急ぎ援軍を派遣した。劉備はすっかり取り囲まれておるのじゃ。信長は容赦を知らぬ。こうも立て続けに我らを攻めるとは。まあ今回の侵攻には事情がありましてね。信長の腕輪を狙っているという見たことのない青年が協力を求めに来たんです。自分一人では信長に対抗できぬと。しかし詳しいことを聞く間もなく、彼を追って信長が現れ、この有様です。もしや協力を求めてきたというその方はペルセウス殿ではありませんか。おや、よくご存知で。武田領が襲われた際、偶然ですが危機を救っていただいたのです。かつての恩、今こそお返ししなければ。あの砦に追い込まれている様子。私が行こう。ここからなら敵の目につかない。早く合流しましょう。行くぞ。ライガレンダム、仲間の危機なのじゃ。わらわも頑張って劉備を助けるのじゃ。光る。平八、これにやり。逆らうことも世を変えることもできぬ。全軍劉備を潰せ。私はなんと非力なんだ。手元の世でここにも何も変えられぬ。劉備殿、まだ諦めないでください。なんとか活路を開きましょう。幸い
我らはこの辺りの地理には明るい。感動を抜け撤退しましょう。分かった、皆力を合わせてこの基地を脱するのだ。信長様、劉備軍が撤退を開始したようです。いかがなさいますか。人間軍、一人残らず打ち果たせ。まずい、早く劉備殿に逃げてもらわないと。まさかあの劉備と戦うとは。息子の方はよく知っている。ひょうひょうとしているが、かなりの手だれだ。油断はできない。信長様の命令です。ここで散っていただきます。すごいな、その力どうやって身につけたんだい。これ以上戦えません。わかるぜ、だって娘と戦うなんて考えたくもねえ。一人では信長から腕輪を取り戻せない。そう思い劉備殿に協力を求めたのだが、信長に感づかれこのざまだ。すまない、私のせいで皆を窮地に。見やむことはありません。今度は私がお助けいたします。ここで口吐く。信長が劉備に近づいておる。早う行かねば危ないのじゃ。俺に考えがあります。まず感動から敵を排除してください。おめえの策に乗るしかなさそうだな。感動に入ろうとする敵は俺が止めてやる。すごい、なんて強いんだ。私の相手で不服かな。絶対に誰も通さねえ。ここが遠隔と長期の大舞台だ。闇に。なんて強さだ。勝てっこねえ。兄者のためなら体張るぐらいなんともねえ。さあ、命が惜しくねえ奴はどいつだ。よくとく、すまい。俺は副兵として待機し、追撃部隊を奇襲します。拙者も手伝います。軍神のこの力、今こそ見せる時。軍神の人間とは面白い異名をつけるものだな。師匠殿はもう撤退したようね。その分私が頑張らないと。新手か、邪魔するならお返しをしてやらねばな。雪村、感服いたします。劉備につく者は名伝入り。
しているのですよ。私が十分立ち向かえよう。諸葛亮とやらがいなくてもわらわたちは十分強いのじゃ。その強さ、まさに無双。共に戦えることを誇りに思う。巻いて逃げるのが似合いだ。やるの、褒めて取らすのじゃ。これはまずいか。誰か援軍を頼む。ここに来たのね。兵を伏せていたとは。これまでか。いいえ、この雪村が最後まで劉備殿をお守りします。何かを変えるには力と覚悟が必要。そうでしょ。信長には覚悟があると。もちろん。あの人は孤独な戦いを選んだ。やりましたね。無事撤退することができました。なんとかなったか。これも皆の協力あってのことだ。劉備殿には迷惑をかけてしまったが、こんなつもりではなかったのだ。ふう、なんとかなったな。本当に危ないところだった。救援がなければどうなっていたことか。来てくれて助かった。礼を言うぜ。ホム、気にせずとも良いのじゃ。
こんなひどいことをするとは。父上や信長は何を考えておるのかの。ふむ、その手がかりを握っているのはこの中でただ一人。そうだな。まだ詳しい話を聞けていなかったが、ペルセウス、お前は腕輪を取り戻したいと言っていた。信長の目的について何か知っているのか。いや、残念ながら。だがあの腕輪を作り皆をここへ集めた者の正体は知っている。オリュンポスを支配する主神ゼウスだ。ゼウス？聞いたこともありませんが。君たちとは別の世界の神だ。無理もない。ゼウスは強大な力と並外れた好奇心を持ち、これまで人間をもてあそんできた。全てを見通せる水鏡を使ってね。そして今度は君たちに目をつけたんだ。ゼウス、絶対的な力でオリュンポスの神々を、人間を支配する存在。ゼウスはある時奇妙なものを作り出した。蛇の化け物メドゥーサの髪を魔王の大釜で鍛えたというウロボロスの腕輪だ。それぞれに神の力を宿した八つの腕輪。私は嫌な予感を覚えて神殿に忍び込んだ。そこではゼウスが儀式をしていた。腕輪を使い新たなる世界を作るのだと。このままではまた神の気まぐれに人間が巻き込まれ、そう思い腕輪を奪ったのだが、それに気づいたゼウスの娘女神アテナはどこまでも私を追ってきた。そして命からがらこの世界に逃げ込んだものの、衝撃で腕輪を失ってしまったんだ。腕輪を探すうち信長の存在にはすぐに行き着いたよ。だが彼は説得に応じず、それどころか容赦ない攻撃を加えてきた。あの力に一人で対するのはあまりにも厳しい。だから私は反乱軍の噂を聞きつけ劉備殿を頼ったんだ。腕輪を集め世界をゼウスの手から救うために。にわかには信じがたい話ですな。しかし信長が腕輪を使い驚異的な力を振るっているのは事実。奇妙な世界に巻き込まれていることもだ。ただなぜ我らなのでしょう。新しい世界を作りゼウスはどうしたいのですか。そこまでは私にもわからない。だがただ一つ言えることは、奴にとっては人間など玩具でしかないということだ。ゼウスの気まぐれに巻き込まれ運命をねじ曲げられたものを私はたくさん見てきた。今度は別の世界の人間をもてあそぶなど許せぬ。けどよ、おめえはなんでそんな必死になってるんだ。遠いとこにいる俺たちのことなんて放っておいたっていいだろうに。責任を感じているからだ。ウロボロスの腕輪の元となった化け物メドゥーサを撃ったのは私だ。こんな使い方をされるとは思わなかったが、それに私はゼウスと人間の間に生まれた子。ほとんど会ったことはないとはいえ、父の過ちは息子の私が止めねば。
ヘルセウス殿。お前の覚悟、立派なものだ。まだ見えぬことも多いが、これからは力を合わせて共に戦おう。劉備殿、感謝する。どうかよろしく頼む。おお、延期と長飛様の拙者は官兵、軍神の子ジョ元直だ。これは執着。私も詳しいことはよくわからないんだ。力の発動には何か条件があるのかもしれない。ただ私たち以外の手に腕輪が渡るのは危険だろう。今は信長の目的もゼウスがどこにいるかもわからない。まずは腕輪を確保することが急務ですかね。ええ、信長がこれ以上力をつけたら危険だわ。うん、何としても我らが先に見つけねばな。しかしどうしたものか。信長が腕輪を探させていたという忍び、彼は確か北条の手のものでしたね。氏康に接触すれば情報が得られるかもしれません。俺は先に偵察に向かいます。場合によっては戦いになるかもしれませんが、許可していただけますね。劉備殿、謙信殿。無論無意な戦いは避けたいが、腕輪が他の者の手に渡っては困る。どうしてもという場合は頼む。わかりました、では失礼。あの、私も皆さんと一緒に行かせてください。お父様に真意を問う機会逃したくないのです。わかった、そなたがそこまで言うのなら。なら俺も。姫様には世話になったし、ちょっと心配だしな。加工派さん、ありがとう。とても心強いわ。本当は父となど戦わせたくない。だが争いを終え皆を救うためには致し方ないのだろうか。君たちは仁義を持っているんだな。仁義？あ、あの不思議な武器のことでしょうか。偶然手に入れたんですが、あれは一体。この世界はおそらく腕輪の力によって無理やりつなげられてできたものだ。君や劉備殿の世界、そしておそらく私の世界も、その歪みに巻き込まれて仁義も出現したのだろう。ここはとても強い引力を持った世界だから。よくわかりませんが、これ使っちゃっても大丈夫なんですか？ああ、神器には神々の力が宿っている。使いこなして
戦いを有利に進めてくれ。剣心殿は日の本の軍神、やはり軍神と呼ばれる方は風格をお持ちですね。拙者の父もいるだけで戦場を圧倒するほどの。官兵、軍神の小樽を誇るべからず。え？汝己を誇るべし。今の汝はただ偉大なる父を見上げるわらべ。かかる様では己は誇りえぬ。それは確かに、拙者は父上に憧れるだけの未熟者か。それを返したならば見えよう。偉大なる父に習い己自身を磨くべし。しかして初めて汝は軍神の後継たりえぬ。軍神の後継。ありがとうございます、剣心殿。拙者も父を超えるべく己を鍛えます。長飛様のお出ましだぜ。天下無双の武、ここに極まれり。